ちは、毎日暑い日が続いております。熱中症が流行り病のように連日騒がれている中、やってきました炎天下の公園。ここは福岡市東区の貝塚公園。福岡市営地下鉄の始終点でもある貝塚駅が真横にあり、無料駐車場もあるし、交通の便はとても良く、本物の寝台車や飛行機が飾ってある交通公園です。で、ここに何をしに来たかというと、ゴーカートに乗りに来ました。ここではゴーカートがなんと50円で乗れるんです。まあ、勘のいい方なら、もうお分かりでしょうが、交通公園なので、交通教育目的のゴーカートです。なので、乗れる条件は、4歳から小学生まで。まずは、チケットを買います。チケットを係の方に渡し、交通法規講習が始まります。信号機の色の意味や、標識の意味などを教わります。2、3分ほどで終了、終われば乗車です。すでにピットには車が並んでおりますが、ここに行くまでも当然交通ルールを守り、手を挙げて横断歩道を渡ります。ちなみに、今乗ろうとしてるのは、イチャミくんなんですが、生まれて初めてのゴーカートらしいです。ルマン24時間耐久のピット風景のように、メカニックからドライバーに指示が飛んでおります。流れるようにスタートを。ドライバーは初参戦とは思えぬ笑みを浮かべております。まずは第1コーナー、遅すぎてラインも何もあったものじゃありません。さすがです。次は信号機です。ノーブレーキで突入。青、ですね。次は交差点のような地形っぽい交差点です。なぜ途中で遅くなったのでしょうか。
謎のドライビングテクニックです。乗ってる方は何ともないでしょうが、撮ってる方はたまったもんじゃありません。話を戻しますが、1周およそ 500m くらいでしょうか。2、3分で1周します。大昔は、公園全体を走ってましたので、10分くらい乗ってましたが、今考えると、さすがに長い。そんなこんなで、ゴーカートはバックストレートを抜け、ホームストレートへ。炎天下の中の心の叫び。雲がない。で、ゴーカートはピットに戻り、終了。次の方、出発。ということで、50円ゴーカートの貝塚公園、いかがだったでしょうか？映ってなかったですが、大きなジャングルジム的な遊具や、火を避ける建物など派ありますし、木陰もかなりあります。噴水やプール類がないのが、残念ですが、無料の公園の中では、いい方じゃないでしょうか？